今年も緑鮮やかに大きく育ちました。実の一つ一つを丁寧に収穫していきます。全道一の収穫を誇る新冠町のピーマン、皮が薄くて苦味が少ないことが特徴です。また全国有数の馬の産地であることを生かして作られる質の高い肥料もこの地のピーマン作りを支えています。炭火で焼いてたらそのまま網に炙ったりとかして、ちょっと焼き目ついたところを食べるのは美味しいと思いますね。今年はおよそ2150トンの出荷を予定していて、11月上旬まで道内から関東方面に出荷されます。